ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、熊による被害が増えてるわね。目撃情報のニュースもよく見るようになったもの。そうだな。有害についてはこのチャンネルで何度も取り上げているな。そうね。最近なら、総集編、出没注意、出くわしたら最後、悲惨すぎる有害事故8選。というまとめ動画がおすすめね。かなりきつい内容もあるが非常に大事な内容なので、ちゃんと見ておいてほしいぜ。それで、今回はどんな話をするの？そうだな。霊夢は熊の被害は全国でどのくらい発生していると思う？例えば令和4年なら。年間30件くらい。いや、全国で75件だ。ええ、そんなに多かったの？そしてさらに質問だ。北海道、東北以外の地域での被害数はどれくらいだと思う？5件くらい。違うぜ。正解は24件なんだぜ。全体の 32% だ。ええ、思ったより多いわよ。そうなんだ、思ったより多いんだ。だから今回は全国で発生した有害について話していくぜ。わかったわ。それじゃ、解説をお願いするわ。まずこの表を見てくれ。熊による被害に遭った件数の速報をまとめたものだ。へえ、こうして見ると熊の被害って全国で発生しているのね。そうなんだ。この表を見ると東北や北海道だけに被害があるわけじゃないことが一目瞭然なんだぜ。あれ、沖縄や九州の項目がないんだけど。実は沖縄や九州には野生の熊がいないんだ。そうだったのね、知らなかったわ。九州や沖縄以外でも目撃情報がない県もあるわね。そうだな。四国や千葉県も目撃情報がないので、この表からは除外されているぜ。それじゃ、九州や四国なら熊に襲われないってことね。確かに九州に野生の熊はいないから有害はないが、四国には熊がいる可能性があるんだぜ。そうなると有害から逃げようと思ったら九州や沖縄に移住するしかないの。それは霊夢に任せるぜ。でも、有害への対策は今までの動画で何度も話してきただろ。それもそうね。対策が分かっていたら、今住んでいるところを引っ越ししなくても済むかもしれないわね。ここ数年散々言われてきた言葉だが、正しく恐れる、ことが大事なんだぜ。あれだけ多くの悲惨な事件を聞いてきたのよ。対策はできてる。つもりよ。動画の後に確認しておいてくれよ。わかったわ。それじゃ、この表だけでは細かくてわかりにくいだろうから、この数字を基準にして各地域での有害を見ていくぞ。今回の動画では令和元年から令和4年のデータを使用するぜ。あら、割と最近のもので話をするのね。最近のデータの方がイメージしやすいからな。でも注意点があるんだ。基準とするこの表はあくまでも速報値、なんだぜ。速報値、どういうことなの？表の下の方に各都道府県から聞き取った、と記載があるだろ。あ、ほんとだ。書いてあるわ。つまり、県は把握しているが国は把握していない場合があるということだ。だから各都道府県の有害の解説は、この表と違う可能性があるかもしれないということだ。なるほど、そういうことね。でも、解説する情報はちゃんと確認しているんでしょ？できるところは、可能な限り調べたぜ。わかったわ。それじゃ、各地方ごとに解説をお願いできるかしら。了解だぜ。しっかり聞いてくれよな。まずは中国地方からだ。表を編集して見やすくしたぜ。これはわかりやすいわね。細かいところが気になるけど、幅が違うとか、そういうところは目をつぶってくれよな。そうね。今回の話とは別だもの。後でじっくり直してあげるわ。この話が全部終わったら、受け付けるぜ。そして各都道府県の解説は、この表の上から順にしていくぜ。わかったわ。それじゃ、最初の県をお願いするわ。最初は鳥取だぜ。鳥取での熊の被害は令和元年や令和2年が多いんだ。それで、確認できた被害はあるの？確認したところ、県のホームページで掲載があったのは令和2年の1件だけだったんだぜ。その中でも熊が果樹を荒らす被害が多かったというのが特徴になるぜ。そうなると目撃情報は多そうね。そうだぜ。令和元年と2年は目撃情報が200件を超えていたんだぜ。それは、かなりの数よ。でも、それ以降は減少しているんだ。山の方とかで果物が不作だったのかしら。どうだろうな。そこまでは調べきれなかったぜ。わかったわ。それじゃ次は島根県ね。実は島根県は毎年被害が報告されている県なんだぜ。ほんとだわ。毎年二人被害に遭っているわ。
県の公式ホームページには令和4年と5年のものしか掲載されていなかったんだ。でも、目撃情報が非常に多く最低500件あったんだ。一番多かった令和2年では、なんと1300件以上の目撃情報があったんだぜ。そんなに多く目撃されたの？この年は熊がゴミを漁っている姿などが街中で頻繁に目撃されたんだ。そこまで目撃数が多かったら有害の人身事故も多くなるわよ。死亡者が一人もいなかったのが幸いだぜ。本当にそう思うわ。それで次の件は、岡山県だな。岡山県は令和元年に目撃数は多かったが、実は令和元年から4年までの間で被害はゼロなんだ。本当だわ。あれ、最初の表を見ると平成30年に1件の被害があるわね。そうだぜ。それ以前も有害の被害が報告されていないぜ。目撃情報は多いわね。熊は街に降りてきていないのかしら。それはわからないが有害に関しては比較的安全ということだな。次は広島県だぜ。広島県は令和2年に被害報告が4件。令和3年に1件あるわね。令和2年の被害は庄原市で2件、秋田方市と北広島町で各1件の計4件だ。草むしりの作業中に高齢者が襲われたんだ。ええ。山に入ったわけじゃないのに襲われるの。それだけ山から町に降りてきているということだぜ。それだけ熊が町に近づくようになってきたのね。それじゃ最後に山口県ね。山口県では令和2年と令和4年に1回ずつ被害が発生しているぜ。2年の方はジョギング中に熊に襲われた事例で、もう1件は散歩中だ。今回は状況もわかっているのね。そうだぜ。県の公式ホームページにレポートがあったぜ。ジョギング中だった被害者は負傷したものの、自力で帰宅してその後救急搬送されたんだ。熊に襲われて自力で家に帰ってこれたのは、すごいわね。胸と背中と左腕を負傷していたが、命に別状はなかったぜ。それは良かったわ。それで、散歩中の事例は？こちらは散歩中に熊に遭遇して被害に遭ったんだ。自力で病院へ行き診断を受け、全治2から3週間の怪我を負ったんだ。負傷箇所は首の右側と左側の肩甲骨周辺だ。こっちの人は自力で病院に行けたのね。全治2から3週間ならちょっと大きい怪我なのね。そうなんだが今回のポイントはそこじゃないんだ。被害者は熊に遭遇した時にちゃんと後ずさりしながら逃げた、んだ。それは大事よね。でも、それができていたのになんで被害に遭ったのかしら？おそらくだが熊に背を見せるタイミングが早かったんじゃないか。県のレポートを見ると背後から覆いかぶさるように襲われ、と記載があるからな。十分な距離を取ったと思ったけど、それでも熊に追いつかれたのね。熊って怖いわね。それにこの状況で負傷箇所2箇所で住んでいるのもすごいんだぜ。そうね。どうやって助かったのか気になるわ。すまん。そこまでは調べきれなかったぜ。わかったわ。中国地方が終わったから、次は関西地方をお願いするわ。わかったぜ。まず関西地方の表はこんな感じだ。それじゃ、滋賀県から解説をお願いするわ。そうだな。滋賀県は令和元年しか被害がなく、熊の目撃情報もそれほど多くないんだ。あら、意外ね。滋賀県って琵琶湖が有名だけど、実は山が多い県なのに。そうなんだぜ。思ったより少ないんだ。令和元年の被害は庭に子熊がいたので追い払おうとしたら、親熊に襲われた。というものだぜ。でも大きな被害に出なくてよかったわ。次は京都府ね。わかったぜ。京都は令和3年以降に被害が出てしまっているんだ。それに目撃情報が飛び抜けて多いわね。いくらなんでもこの数は多すぎるぜ。昔は少なかったらしいと聞いたことはあるけど、本当なの？そうだな。2002年には300頭だったのが、2020年12月時点で約1640頭が確認されているぜ。京都府はもともと狩猟を禁止していたんだが、2020年から狩猟が解禁になったくらいだ。個体数が多ければその分目撃情報も多くなるわよね。被害があったのは残念だけど、死者がいなくてよかったわ。そうだな。次は大阪府だな。と言っても、被害はここ5年では全くないんだ。国の速報値でも平成20年以降は1件も被害がないわね。目撃者も数人だからな。熊に関しては大阪は安全と言えるかもな。もしかしたら、京都の山の方へ移動したのかもね。あり得る話だぜ。次に話す兵庫県も京都府と同じような事例なんだ。兵庫県では人身への被害が発生しているわね。目撃者数も関西地域の中では2番目に多いわ。そうだぜ。毎年500件以上の目撃情報があるんだ。
令和元年は700件を超えてたんだぜ。ここまで多いと被害に遭ってしまうのも仕方ないかもね。被害の内容だが、実はどういう内容かを確認できなかったんだ。すまないんだぜ。情報がなかったんでしょ。仕方ないわよ。でも分かったのは兵庫県でも熊の狩猟を解禁していたということだぜ。あら、京都でも解禁になっていたわね。京都と隣接している地域に熊が多くなってきたのかしら。違うんだぜ。解禁されたのは京都府と隣接しない地域なんだ。そうなると京都の熊が流入したとは考えにくそうね。でもこの解禁されたところは、京都方面と川一つ隔てただけの地域だからな。意外と熊なら行けるかもしれないぜ。あ、ありそうだわ。それじゃ、次は奈良県ね。奈良県では令和3年に被害が出ているぜ。これは、どうカウントするべきかな。あら、何か変わった感じなの。そうなんだぜ。実は熊の被害に遭った後、崖から転落して亡くなったんだ。それは、熊の被害とは言いにくいわね。だから国でも判断に迷ったんじゃないか。実際に漁には死亡者数のところには記載がないからな。結果的に死亡者が出てしまったのは残念だわ。関西地域最後の和歌山県の解説をお願いね。わかったぜ。とは言ったものの、被害は令和元年の1回しかないんだ。あら、目撃数も少ないわね。近隣の奈良や大阪も少なかったからな。この地域では、熊の数が基本的に少ないのかもしれないぜ。そう考えるのが妥当そうね。さて、関西地方はこれで終わりだな。次は中部地方か。今さらだけど、今回の地方の区分けってこれで合ってるの？多分、合ってると思うぜ。細かくは調べていないけどな。もしかしたら各地方に違う都道府県が入っているかもしれないけど、その時は勘弁してね。それじゃ、改めて中部地方の解説をするぜ。今回は多いわね。まずは山梨県からね。わかったぜ。まず山梨県では毎年被害者が出ているんだ。そうね。毎年出ている中で令和2年が4件とダントツに多いわね。今回はこの令和2年の被害を見ていくぜ。この年は、すべての有害で人への被害が発生したんだ。それを聞いて少し安心したわ。奈良県の事例があった後だもの。内容の内訳だが、1件は登山中に子熊と遭遇。2件はキノコ狩り中に遭遇。1件は鹿狩り中に遭遇、なんだぜ。あら、街中で遭遇したわけじゃないのね。街中では目撃情報はあるが被害は出ていないな。やはりというか山での目撃情報が多いぜ。被害に遭ったのもすべて山間部だ。何度も実例を見てきたけど、山歩きは有害の危険がつきまとうのね。そうだぜ。熊よけの鈴とかちゃんと対策をしておかないと、遭遇の可能性が上がってしまうんだぜ。以前の動画でもしている注意事項は、ちゃんと守るようにするわ。さて、次は長野県だな。非常に多くの目撃情報があり、令和5年に死亡事故が発生している県なんだぜ。ここまで各都道府県の実例を紹介してきたけど、ついにこの表に記載される死亡事故が発生してしまったのね。そうだぜ、ついになんだぜ。今回はこの事故ともう一つの事故についてもう少し詳しく話していくぜ。事故が二つあるの。それじゃまず最初の事故からお願いできる。わかったぜ。この死亡事故は2023年10月14日に長野県飯山市で発生したんだ。かなり最近の話なのね。そうだぜ。もしかしたらニュースで見た人もいるかもしれないな。これはどういう事故なの？概要はこうだ。イノシシの罠を見に行く、と家族に言って山に向かった男性が、罠にかかった熊の近くで亡くなっていたんだぜ。罠にはイノシシじゃなくて、熊がかかっていたのね。本当はイノシシを捕まえるための罠なんだけどな。でも、罠にかかっていたんでしょ。その熊はどうなったの？この熊は最終的に駆除されたんだぜ。でも気になるわ。普通、罠にかかっていたら動けないはずだから、余裕で逃げれると思うのよ。なんで逃げれなかったのかしら？実はこの罠は、くくり罠、という罠なんだ。全く動けないんじゃなくて半径数メートルは動ける罠だったんだ。つまり、熊はある程度動けたのね。しかもこの罠周辺は草木が多く見通しが悪かったんだ。つまり、熊が罠にかかっていたとしても、罠から少し離れることは可能なんだ。そして熊に気づかず罠に近づいてしまい、熊に襲われたのね。詳細はわからないが、おそらく合っていると思うぜ。イノシシ用の罠を設置できるくらいなんだから、山には詳しいはずなのに。それでもこういう事故は起きるのね。どれだけ気をつけても、少しの油断で被害に遭ってしまうんだぜ。
それでもう一つの事故っていうのは、何なの？これは令和4年に松本市で発生した事故だ。簡単に言えば、ペットのクマに襲われた、という事故だぜ。ええ。クマって飼えるの？本来はダメだが、いくつかの条件をクリアして保健所の認可が下りれば OK なんだぜ。なんでそんな事故が起きたのかしら？ペットにしたばっかりだったとか。いや、被害者とクマはなんと20年一緒にいたんだ。子グマの頃からの付き合いなんだぜ。そして死因なんだが、被害者の全身にクマに噛まれた跡があり、それが原因と思われるんだぜ。ええ。そんなに長いこと一緒にいたのに、なんで被害に？実は、クマは、親愛の証、として、大将を噛む、という行動をすることがあるんだ。え、そんな習性があるの？とあるホームページの記事の引用だから確証はないぜ。でもそれが事実なら、クマが被害者を噛んだ後、逃げたりせず被害者の近くをうろうろしていたという行動を取ったのも納得できるんだぜ。クマが被害者の周囲をうろうろしていたの、もしかして被害者がなんで倒れたのか分かっていなかったのかしら。その可能性は大いにあるな。親愛の証、示したら、相手が急に倒れて動かなくなったんだ。それは焦るだろうさ。クマにしかその気持ちは分からないけど、ちょっと悲しい事件ね。それじゃ次は岐阜県についてだ。岐阜県も被害が多いわね。長野県に次ぐ被害者数と目撃者数なんだぜ。被害者は令和5年と令和元年に多いわね。特に令和元年は長野県以上の被害者を出しているわ。今回は令和5年の被害について見ていくぜ。被害があったのは7月と10月が多いわね。そうだな。その中でも被害は山中や山間の町に多いんだ。被害に遭った時の状況までは確認できなかったが、命に別状はなかったぜ。命に別状なかったのならよかったわ。でも、目撃数が多いのも気になるわ。別の地域でも話したが、今年は好みが少なかったのかもしれないな。それはあるかもしれないわね。次は静岡県ね。今までの県と比べると目撃者数や被害者は数少ないな。被害が少ないのはいいことよ。それでも令和3年と令和4年には被害が発生しているんだ。でも被害に関する資料が見つからないんだぜ。ないものは仕方ないじゃない。でも、被害に遭った記事とかなかったの？目撃情報の記事が多くてな。その記事を読んでいると、長野県との県境で目撃されることが多いことがわかったんだ。そうなると、静岡県も有害に関しては安全と言えそうね。そう考えてもいいと思うぜ。わかったわ。それじゃ次は愛知県ね。了解したぜ。愛知県も中部地方の中では被害が少ない県なんだ。そうね。どう見る限り目撃数も少ないわ。人身被害も令和4年の1件だけだしな。内容は側溝を掃除中に熊の被害に遭ったんだ。それだけ、他に何かないの？いや、これがないんだぜ。そう、わかったわ。それじゃ最後の県の三重県の解説をお願いするわ。わかったぜ。まず、三重県は有害の情報が非常に少ない県なんだ。三重県って被害数は少ないけど、目撃情報も中部地方で一番少ないのよね。そうなんだぜ。令和2年と令和5年に被害があったことは確認しているんだが、肝心の被害内容がわからないんだ。県や市ホームページを見てもほとんど掲載されていないわね。そうなんだぜ。なので、三重県の話はこれ以上話ができないんだぜ。そう、仕方ないわね。それじゃ次は北陸と新潟県かしら。いや、今回の動画はこの三重県の解説までで終了にするぜ。あら、どうしてなの？日本全国やってもいいのよ。この三重県で日本の有害の発生している都道府県の半分くらいなんだぜ。今回で半分となると、後半に北海道や東北の解説が来るのね。それは、時間が長くなりそうね。そうなんだぜ。特に北海道や東北は被害件数が多いからな。もし動画で話すとしたら、被害のいくつかをカットするだろうな。それじゃ仕方ないわね。今回はこのまま、まとめに入るわよ。わかったぜ。今回は日本の有害の状況について話してきたぜ。まだ半分だからね。次の話を楽しみにしているわ。わかったぜ。なるべく早くできるようにしたいな。ところで、今回の動画で有害対策の話をしていないじゃない。なんでなの？熊に対面した時の対策はある程度の決まりがあるんだ。そしてそれは、有害の記事や目撃情報の記事の末尾に記載されていることが多いんだ。熊鈴やラジオを持っていくとか、もし会った時はゆっくりと後ずさりするとかね。そうだぜ。それよりもこの動画を見ている視聴者の住んでる地域でも有害があるかもしれない。それを知らせたかったんだ。
実際、令和になってから有害での人身被害が出ていない都道府県ってほとんどなかったわね。そうなんだぜ。有害はかなり自分ごとなんだぜ。熊の目撃情報がない地域に住んでる人は旅行した時に有害のことを思い出してほしいわ。それじゃ、この動画はこの辺で終了するぜ。わかったわ。この動画を最後まで見てくれてありがとうね。できれば、高評価とチャンネル登録をお願いするわ。メンバーシップの登録もお願いしたいぜ。そして、最後に、過去に起きた悲惨な事故や事件を紹介するだけでなく、将来の不安を少なくするために、お金と投資について学ぶサブチャンネルも始めたので、ぜひこちらもチェックしてみてくれよな。抜け目ないわね。悲惨な投資詐欺や最近もあった貢ぐ女性の事件なんかも紹介していくから、チャンネル登録で応援してくれると嬉しいわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。